ペースは、毎日やらなければいけないというルールがないので、自分のペースでゆっくり私はやってました。最初は大変な部分もありましたが、優しいお客様ばかりだったので、間違えたら教えてくれたり、わからないことを教えてくれたりするので、今は不安要素はあまりないです。上のスタイリストがお客さんと接してる時のコンサルテーションだったり、日常の会話だったり、そういうのを聞いて、なんかどういうふうに対応してくるのかなっていうのを見ながら勉強して入りました。入社した時は全然喋れなくて、もう本当出川哲朗ぐらいしか喋れなかったです。習うより慣れろっていう感じで、なんかどん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 単語並べて喋っていって、お客さんに教えてもらいながら喋れるようになっていったっていう感じです。僕の例なんですけど、夏休みまあ大体5日間ぐらいあるんですけど、そこに有給をプラス5日つけて海外旅行にもう多分3回か4回ぐらいって行ってます。年2回ボーナスがあって、だからみんなの頑張り次第ではこのボーナスがどんどん上がっていくっていうような感じなんで、なんかモチベーションはこのボーナスっていうものがあることによってすごい高く保てます。ワンワールドはアシスタントの時でもお客さんに実際に入ってチャレンジさせてもらえる環境があるので、実践的に技術を学びやすいです。僕は人より不器用で人より上手くなりたかったんで、朝も夜も練習してました。朝はみんなはやってなかったんですけど、僕は一人でやってました。美容学生の皆様こんにちは。ワンワールド人事担当岡田です。ワンワールドはお客様の 60% 以上が外国人というインターナショナルな美容室です。世界各国より75カ国以上の国籍のお客様が来店されています。ではたくさんの髪質のお客様がご来店されるため、その様々な髪質に対応できるように独自のカリキュラムを設けております。ご覧の通り細かくカリキュラムが分かれているため、これに合格することによって随時昇級していくことになっています。個人の頑張り次第ですが、3年から4年を目指しております。だいたい2年をめどにカットまでのカリキュラムを終えることを目指しています。毎週月曜日と第1火曜日、第3日曜日がお店の定休日となっており、その他に月1高級が設けてあり、また年間12日間の有給があるので、長期に休んだり、また各自好きな時に取れるようになってます。残業はほぼありません。8時以降まで働くことはほとんどないです。東京都内にもう一つの店舗、そして将来的には海外進出も視野に入れています。ワンワールドの成長に携わってくれる明るくて元気な人材が仲間になってほしいです。充実した人間関係やプライベートがあってこそ、前向きに仕事に向き合えるのではないかと思ってます。技術を磨くには練習が必要ですが、長時間ダラダラ練習するより短い時間集中して内容の濃いことをしていこうとみんなに伝えてます。やるときはやる、遊ぶときは遊ぶみたいな感じです。皆様のご応募お待ちしてます。一緒にワンワールドを盛り上げてくれる方をお待ちしております。